おやすー、ノーキンハンクです。よろしくお願いいたします。はい、ということでなんかね、 EX ジョブ化の時差がやばいらしいんすよ。なんでもユーナをねワンパンできるらしいんですよ。ちょっと噂で聞いただけなんでよくわかんないんですけども、時差にそんな破壊力があるのかというのでね、その EX ジョブ化ね、どうしようかずーっと半年ぐらい前から悩んでて、ようやく決心がつきました。やっぱりね、今 FF10 コラボを着てますんで、 T だと R をね優先してやっていこうかなと思います。というのもね、やっぱりね、虹の過去結晶って数がね少ないので、こうね、 EX ジョブ化誰から優先していこうかなってやっぱり迷うじゃないですか。やっぱり FF10 コラボ来てるんで、そっちの方優先しようかなって思うんすよ。ジザの EX ジョブ化、ジョブレベル25まで上げてきました。文句から文句合剣という名前になりますね。キャラのレベルも120まで上げてきました。ちょっとアビリティボード見ていきましょう。今回ジザに追加されましたアビリティボード、なかなか面白いんですよ。はい、こんな感じですね。まあ、気になるところは、運と器用さとクリティカル発生率が多いんですよね。もちろん攻撃上昇もありますし、まずこれ見ましょうか。連続剣強化。連続剣を総括連続剣に強化。対象に2連続のダメージ中&光キラーですね。来ましたね、光特攻の。これは絶対強いでしょう。まず普通の連続剣ってこんな感じなんですよ。対象に2連続のダメージ小。そんな大したことなかったんですけども、ここに来てかなりの高火力アタッカーになったんじゃないでしょうか。はい、そしてサポートですね。打撃の極意を合剣の極意に強化。打撃攻撃力、防御貫通率が上がると。いいですね。はい、そして攻撃アップもありますね。今回はもう全振りしました。攻撃アップ30ついております。そして一番上、今回の注目のアビリティですね。3ターン対象の単体攻撃耐性ダウン後、ダメージ大。はい、そして射程はこんな感じですね。3マス先まで届くと。今回のね、このジザの追加されましたアビリティボード、かなり強いと思います。どっちかというとね、もうメインアタッカーになったんじゃないですかね。今回ね、ちょっといろいろ試してみようかなと思います。はい、じゃあね、新しく追加されました技をね、出していこうかなと思います。まずね、この総括連続剣っていうのをね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、まあここにね、ユーナ連れてきましたんで、ちょっと打ってみましょうか。はい、どうでしょう。バフ何もかけてない状態で6230ですね。かなり強いですよね。ちょっと火力を上げてみましょうか。はい、これね、攻撃力が大幅に上昇しましたんで、これでどれだけのダメージの上昇率があるのかっていうのを見ましょう。はい、今活性鋼を使っておりますんで、 AP がどんどん溜まっていってる状態ですね。はい、行きましょう。やっばすごくないですかこれ。初期のキャラで、もう今、人権と言われてるユーナにこんなにダメージ入れることできるんすよ。いや、これすごいな。ちょっとどんな感じの演出なのかっていうのを見ましょうか。はい。見ました今。多分、1万超えてましたよね。一発目が4000なんぼで、もう一発が6000超えてましたからね。これ耐えれるやつおらんでしょう。いやー、ついよ。はい、そしてね、あの、羅刹剣。あれも見ていきましょう。はい。さあ、いきますよ。ほい。いいね。こっちも9000のダメージ。わ、強。まさかこんなに強くなるとは思いもしませんでしたね。ちょっと羅刹剣打ってみましょうか。あー、すごいね。いや、やばすぎないこれ。マジでそんなに強くなる。いや、予想以上に火力出てますよね。数字以上の火力出てますよ。そしてね、ほとんどクリティカル出ますね。はい。えぐいえぐい。うわ、強いよ。やばいでしょ、これ。
そしてね、ハートを盗むとかもね、あるんすよね。はい。まあ、73%。アーロンを魅了しました。まさかあのアーロンさんがメロメロです。うわー、すごいですね、これ。ちょっと、この地座をね、実戦で使ってみましょうか。さあ、やっていきましょう。まあ、手動とオートではね、全然仕様が違うと思いますんで、この光パーティーに勝つことができるんでしょうか。今回、お相手さんのパーティーのね、詳細ちょっと載せておきますね。こんな感じです。さあ、活性光からの移動力もかなりありますんで、一気に前まで行けますね。はい、ここで桜がバフをかけていく。はい、リレイズですね、これは。初手からリレイズね、厳しいですね。はい。さあ、ここでマジックレジストを発動して、前にいるね、桜対策できてますね、ちゃんと。はい、エターナルペインですね。まあ、マジックレジストをね、しっかりかけた囁きにね、打つということなんですけども。強い。いいですね。かなりね、囁き強いですよ。はい、エルシレールがガーブル狙うでしょうね。はい。で、ヘイトアップでしょうかね。はい。さあ、そしてガーブルが、ワンパンしていく。みんな強いね。はい、ここです。何もしない。なんでだ?攻撃範囲に入らなかったんでしょうかね。いいですね。しっかりターゲットね、取ってますね。はい。はい、ワンパンですね。はい、そしてここでユーナがリレイズしていきます。かなり危険な状態なんですけども、どうなんでしょうか。さあ、ガーブルがサクラを狙っていく。はい、サクラはワンパンですね。ガーブルが強いぞ。笑顔の練習、全回復しました。さあ、ここで一球一です。どうすか、これ。やばいでしょ。あのユーナが、何もしてないんですよ。これはマジで、人権ですね。はい、いかがだったでしょうか。今回はこんな感じのものをつけておりました。囁きにヘイトが向くようにしております。ガーブルはもう魔力特化。ジザは強引に火力を上げております。ビジョンカードでデモンズウォールをつけて、で、回避率も上昇させるためにリボンをつけております。召喚獣はオーディンですね。素早さをね、上げたかったので、これを採用しました。まだ共鳴度が3とか4なんですけども、それでこのスペックですから、これマックスまで上げると、もう相当やばいと思いますね。今回のジザの EX ジョブ化、間違いなく当たりです。もう最高ですね。今、光パーティー多いので、チャンスですね。ユーナが正面にいると、もう何も、させないまま落とすこともできますし、今回の動画はユーナしか殴ってなかったんですけど、まあ例えばエルシレールとかヒカセンとかサクラ、その辺も全員ワンパンでした。今打撃耐性って全然ないので、今がチャンスですね。今回のこのジザはね、間違いなく皆様におすすめできますね。もし育成に余裕がある方はぜひやってみてください。はい。という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。